はい先生、はい、今回は2本目のエクササイズになります、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。今回はどういった内容になりますか、はい、今回はですね、女性皆さん気になられているこの二の腕のトレーニングにやってみたいと思います、はいはい、普段やっぱりあんまり動かさないからここってたるみが出てくるので、うんうん、見せてみて、タルタル見せてやばいよ、タルタルだよ。お前さ、タルタルソース並みにたるんでるな。めっちゃ柔らかいからちゃんと引き締めてもらいなさいよ。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ね、早速行ってみたいと思います。今日はちょっとこの揺れるモード、今回揺れるモードでやりたいと思います、はい、こんな感じで座っていただいたら、はい、ちょうどももの横に手を置くような感じで、はい、こうお尻を下に落としていく、ちょっと前に倒すんですね。でこのまま肘を軽く、お尻がつくかつかないか、お尻がつくかつかないかのところで、ああそれしていくと二の腕になりますので、はい、でこれ注意点は肘が開いていかないように、これ肩を痛める原因になるので、はい、肘をちょっと真後ろに開かない、はいはい、曲げていくような感じになります。あとは呼吸を教えていただければと思います。はい、わかりました。じゃあやってみましょう。はい、結構揺れてるよ。これも胸を張って、胸を張って、はい、じゃあここからお尻がつくかつかないかいきますね、はい、腕は肘は伸ばしたまま肘を曲げていくんですね。あ、曲げていく、曲げてお尻を下に下ろしていくんですね、はい、そこです。はい、キープします、はい、では呼吸を忘れないようにしますね。ちょっとこの辺も力入れつつ、お尻、腰、腰あたりとか、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。聞いてますか？聞いてます。なかなか見てるだけでも厳しいのはきつい、これね、揺れが本当にきつい、いいですね。5、4、3、2、1、0、はい、OK です。でそこの上にも座って、こうちょっと手をリラックス、リラックス、こう置いてあげながら、あ、なるほど、リラックスして、こんな感じでね、このブレード座って使うことも全然できますので、はいね、やはり座ることでこの辺りブルブル、立っている時よりもこの辺りがブルブルするんじゃないかなと思います。はい、ます。で手をつくことでね、しっかり肩のあたりまで振動がいくので、あ、なるほど、はい、ちょっと肩こりなんかもこう、あ、肩こりね、ひどいんですよ私。皆さんね、今の時期パソコンやってるとね、特になるほどなるほど。でこう自然とこうすることで胸も張れると思いますので、あ、気持ちいいかも、はい、おかしいな、気持ちいいっていうのが一言も出なかったんだけど、なんかインターバル長めで、ね。じゃあ次のセット行ってみましょう、はい、また同じように30秒間やっていきたいと思います、はい、足をもう少し前に出しましょう、はい、はい、胸を張って、じゃあお尻がつくかつかないか頑張っていきましょう。肘をしっかり曲げて、せーの、ここから30秒です。呼吸してくださいね、ちょっと呼吸止まってます、はい、一番大事なのはやっぱ呼吸ですので、止めないように行ってみましょう。あらゆるエクササイズでやはり呼吸が大切なんですね、はい、そうですね、呼吸止めてしまうと突然クラッてなってしまったりすると良くないので、呼吸はとても大切です。あ、もう20秒ですよ、今あと10秒、あと5秒、4、3、とても綺麗な形キープできてる、はい、 OK です。くるくる、すごい、見た目は分かんないけど、いやもうね、妻の表情で分かるけど結構くるよこれ。やっぱりこう厳しいところとこう癒すところと両方やっていただけると続けやすいのかなと思います、はいはい、先生、僕の厳しめは結構多かったんですけどそんなことないですよね。いや全然全然、お前が言うな厳しさは優しさだと思ってます。あのバファリンの半分は愛情でできていますみたいな。あ、そうですこれですそうですそうですって、適当だなこれじゃ次のトレーニング行ってみましょう、はい、次もちょっと私が1回やってみますね。この上に乗りながら、これもちょっと揺れた感じで、この辺とかを揺らしながら行きたいと思います。まずこう手を耳の横にピタッと、この状態から肘を曲げます、はい、で肘を曲げたらこう二の腕がすごい伸びると思うので、はい、伸びた状態で後ろで手をつなぐんですけども、はい、ここから右手で左手を引っ張ります。そうするとこう左手引っ張られてるんですけども、それを左手は抵抗します。はい、そうするとこの二の腕にグーッと効いてきますので、やっぱ両手で引っ張り合う感じ、はい、でなるべく肘を天井に向けてあげる感じで、はい、一人綱引きみたいな感じのことをやっていただきたいと思います。じゃあまずは乗ってみましょう、はい、じゃあまず手を、あ、上がりますね、はい、じゃあ肘を曲げて、はい、はい、この状態でこんな感じで指を掴むような感じがやりやすいかもしれないですね、はい、でグーッと引っ張っていきます。伸びたなと思うところでしっかり左で引っ張り返す。ここから30秒です。いきたいと思います、はい、大事なのは呼吸ですね。あと、あ、いい感じですね、力入ってますね。もう少しグッと引っ張っていきましょう、はい、グーッとこう
もう足腰がブルブルしてる、うん、これはブル そう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 、まあ、これはどっちかというと一石二鳥トレーニングで、乗りながら何かやりたいなみたいな時はちょっと乗りながら二の腕やっておこうかなみたいなエクササイズになりますね。30秒経ちました。じゃあ反対の手いってみましょう。じゃあここから30秒いきます。この時も呼吸をしながら目線はまっすぐ前を見るように、やっぱ下を向いてしまうどうしても背中丸くなりがちですので、まっすぐ前を見てどっかにちょっと集中しながら、まあ、テレビ見ながらでも大丈夫かなと思います。確かに、はい、でもこれテレビ集中できないかもしれないコマーシャルってちょうど30秒とかなので、コマーシャルの時にどこかみたいな、確かに分かりやすいできるといいかな。こんなこと言ってるのもあともう5秒ですね。5、4、3、2、1 OK です。はい、これそんなに負荷強くないので、はい、もう一回反対の、はいはい、手をいきたいと思います。はい、ちょっとストレッチの要素が入ってきますね。これどっちかというと、はい、手をこうですか。はい、 OK です。しっかり引っ張っていきましょう。伸びてる感がすごいありませんか。あります。なのでこれやった後結構肩がねすっきりするなんておっしゃる方が多いですね。はい、これなんか油断すると足取られそうな感じです。そうなんですよね。ちょっと下半身を揺らされながら二の腕ストレッチしてちょっと力入れながらみたいな、はい、頑張ってちょっと左手で引っ張ってあげてくださいね。はい、集中力、右と左で引っ張り合って引っ張り合って引っ張り合って、あと呼吸も忘れないように。はい、はい、5、4、3、2、1。はい、 OK です。反対の手いきましょうか。引っ張り合って引っ張り合って、はい、右手でしっかり引っ張ってくださいね。ストレッチを感じながら力を入れていく、この辺りになりますね。なかなかこうね上に肘を上げることもないかもないです、ね、ずっとこうパソコンの時腕下げてるから、でいつか手が上がらなくなる、肩が動かなくなるようになります。危険、それはパソコンを高い位置にセットすればいいっていうこういう感じですか。そうですね、そうですね。池さんはそれで頑張ってきてください。俺なんだーい。頑張れよ。30秒経ちました。はい、でインターバルはこうちょっと力の体に力を抜きながらブラブラーっとしながら、リラックスですね。なんかすごい体が温まってきました。そうなんですよ、これに乗ってやることでやはり血行が良くなってきますので、ね、トレーニング効果もすごい期待できるかなと思います。はい、はい、じゃあ二の腕のエクササイズはここまでです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今回は二の腕に、はい、フォーカスした、はい、ストレッチがメインなんですかね。そうですね、ストレッチしながら、うん、でこれに乗って血行良くしながら、うん、ちょっと流れエクササイズだった感じがしますね。はい、この肘を後ろにつくやつは結構きつかったかと思うんですけども、ちょっと組み合わせていただいて、はい、今日はこれ明日はあれなんて感じで、うん、これも毎日やっていただけるエクササイズですので。はい、じゃあ今回は2回目のね女性向けのエクササイズでした。美ボディエクササイズでした。はい、はいはい、今回も先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ドクターエアの EC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。